平野紫耀、憧れのヤマピーと東京ドームで共演計画が浮上。海外志向のタッキー新会社とも共鳴。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。現在は休暇を取っているようですが、復帰への足がかりが見えてきたようです。テレビ局関係者。5月22日にキング&プリンスから脱退し、ジャニーズ事務所を退所した平野紫耀、26、の今後の計画が聞こえてきた。滝沢秀明さん、41、が3月に立ち上げた株式会社トベが、年末に東京ドームでのイベントを計画していると報じられました。スポーツ紙記者。滝沢の新会社では、新人オーディションが行われている。そのお披露目イベントが、東京ドームで開催されるというのだ。トベは本誌の取材に対し、ご指摘いただいたような予定はございませんとコメントしたが、平野はそこに勝機を見出しているようで、滝沢さんの東京ドームでのイベントが、平野さんの再出発のステージになる可能性があります。こう語るのは前室のテレビ局関係者。平野さんはジャニーズ時代から山下智久さん、38、を尊敬していて、連絡を取り合っています。そして山下さんは滝沢さんとも親しく、平野さんは山下さんを介して滝沢さんにも対象を報告したと言います。前室テレビ局関係者。かねて海外進出の夢を語っていた平野にとって、滝沢と山下は同志だという。山下さんはハリウッド映画に出演するなど、海外での活動の幅を広げています。滝沢さんも海外飛行で、ジャニーズ時代には主演舞台、滝沢歌舞伎のシンガポール公演を行ったこともあります。平野さんは二人の海外にかける思いに共鳴しているようです。前室テレビ局関係者。とはいえ、海外進出どころか平野の今後の芸能活動については、はっきりしていない。滝沢さんはまず国内で地盤を築き、それから海外へと挑戦する構想を持っていると言います。平野さんもその手順に倣い、まずは満員の東京ドームで仲間たちと復帰したいと考えているようです。長年背中を追ってきた山下さんと共演したいという希望もあるそう。平野さんは駆け出しの頃、山下さんとザ少年クラブ、NHK、BS などで共演経験があります。その当時から成長した自分の姿を山下さんに見てもらいたいのでしょう。前室テレビ局関係者。また平野にとって、ドームには因縁もあるという。多くのアーティストにとって東京ドームは憧れの場所。平野さんも、22年にキンプリとして初めてのドームツアーに臨みました。この春には2度目のドームツアーを計画していたと言います。しかし平野さんらの脱退の影響で頓挫したそうなのです。ドーム公演に再挑戦したいと思っているのではないでしょうか。前室テレビ局関係者。平野の逆襲の生涯が始まろうとしている。女性自身、2023年7月4日号。滝沢さんの東京ドームでのイベントが平野さんの再出発のステージになる可能性があります。実現できたらファンにとって、すごく嬉しいことですね。クロサギの先輩である山下さんの背中は、紫てるさんも意識していると思うし、相談もしていると思います。ただ、岸さんがジャニーズに所属している現在、こんなに矢継ぎ早の情報は、紫てるさんのファンをおもんぱかってのことかもしれないけれど、かえって混乱を招く恐れがあるので、確かな情報だけ取り上げてくださいとお願いしたい。山下さんはハリウッド映画に出演するなど、海外での活動の幅を広げています。しかしながら、朝から夢のある明るいニュースをありがとうございます。平野紫耀、海外、と書かれるたびに、今頃、充電しながらも、自分磨きや英語頑張っているのかななんて想像しています。ヤマピーも、その他の海外進出タレントもみんな英語が達者。今のままでは全く及ばないでしょう。紫かがやくんの場合は座学よりも現地に飛び込んだ方が格段に早く身につくタイプだと思うので、1年くらい語学&ダンス留学が寺海外に行くのかと勝手に思ってたんだけど、次に会える時どんな紫かがやくんになっているのか楽しみに待っています。平野紫耀くんはパフォーマンスも素晴らしいですが、加えて自己プロデュースができるという強みがあります。感性豊かなのでコンサートでも彼が関わった演出部分は話題にも良くなりました。だから、彼が自由に表現できるような環境がいいなと願ってます。容姿、パフォーマンスも素晴らしいですが、何より謙虚であり、
かっこいいだけでなく、チャーミングで面白いパーソナリティの彼はまた大活躍されると思いますし、そういう才能を持った人がちゃんと評価され活躍できる芸能界でなければ、この先の日本のエンターテイメントの質は上がっていかないと感じてます。平野紫耀と神宮寺勇太はタッキーの事務所とエージェント契約を結び、平野は個人事務所を立ち上げて、そこに神宮寺も入って活動すると記事になってたね。ひとまずこの情報を信じるとして、平野たちが海外の事務所と契約しなくてほっとした。海外の事務所でも活動してくれればいいけど、やっぱり日本とは疎遠になってしまう気がして、日本での仕事もあまりしなくなるような感じだったから、日本の事務所なら国内の活動を基盤に、平野が目指していた海外での活動もできると思う。記事のリスペクトする山下智久との東京ドーム共演も楽しみだし、今後ますます活躍してくれることを望みたい。